こんにちは。今日は土曜日、リクト君出勤ですな。今日は忙しかったね。やっと少しね、いろいろと眠いか。ご苦労さんでした。ね、今日は大変でしたね。うたた寝する暇なかったね。ということで、朝長谷川さんお土産、美味しいお米をいただきましてありがとうございました。それから先ほど鈴木さん、素敵なこう玉手箱のようなお菓子、楽しみに開けさせていただきます。今日はですね、5時にもう外に出て、ね、入社員の準備運動から始まりました。さすがに2時を回った時になんか電池が切れたみたいになって、おかしい、なんでこんなに立ってるのが辛いんだろうと思ったら、お昼ご飯を食べる間がなくて、6、7、8、9、10、11、12、1、9時間、ね、9時間、さすがに9時間連続で、立ってますと、ね、電池が切れない、はい、ということですね。今夜晩酌うめえな。そういうことでですね、今日の、お題を、用意していただきましたので、これから紹介をしたいと思うんですけども、何何お前はいけないよ。いけない、留守番だよ、留守番。ちょっと留守番してて、いい、留守番、いない、いけない、待ってて。ということで、今日のお題を紹介したいと思います。留守番しててね、そうだから。いや、まだ目が痒くて痒くて、ちょっと発作が起きそうなのでマスクをつけます。ものすごいです、今日はこの花粉と黄砂のミックスでして、もう実はさっき洗った車なんですけど、もうくっついてます。見てください、あれ、花粉と黄砂、すごいです、強烈です。まあ仕方ないですよね。昔から春霞と言ってるわけですから、この頃始まったわけじゃないですね。このレボーグ、WR ブルーパールの車です。一応トップグレードになります。で、トップグレードで、極上です。やはり、まあ、なんといってもレボーグね。なんか動画の書き込みに、これの、何だっけ、アウトバックみたいな車がね、出るんじゃないかっていうね、ことが書いてありまして、書き込みね、詳しいですね。だから今日後藤さんからもね、メールいただきまして、これはガスネタですかみたいな、ガスネタじゃないんじゃないかなと思うんですよ。あの通りでもないですよね。もっとかっこいいと思いますよ。やるからにはね、あんなんじゃないと思いますね。まあボディ、これはボディ全体をスポイラー効果を出しているということで、これはクラッディングじゃないんですね。よく勘違いしてこれをクラッディングだと思っている人がいるんですけど、そうじゃなくて、こういうところの空気抵抗まで減らして、これ全体を整流効果を出してあげる。もうここから始まってるんですね。でここからもう物語はここから始まってるわけですね。それに対してレボーグはそういうことは一切してないわけですね。で、かたやこちらのクロストレックの最新のこのデザインフィロソフィー、まあ、このデザインフィロソフィーはずっともうボールダーっていうね、デザインフィロソフィーでつながってますから、まあ、これボールダー、今の S4 もボールダー、おそらくネタの車もボールダーじゃないかなと僕は思います。やっぱりデザインっていうのはある意味
継承されるべきポリシーがね、精神というのは継承されるべきなの で、 でこれを見るとあのスポイラーじゃないんですね。で完全にクラッディングです。あのボディを保護する、いわゆる、タフ&ラギッドっていう考え方のものですので、一応脂肪は入ってますけど、少しまあこれも当然あの整流効果のある脂肪だと思うんですけど、やった以上はだこれとこれは同じ流れですよね。ですから、まあ、まあまあこれが生かされてるところを見ると、まあ、こういう因は共通なんでしょうけど、こういう因は共通なんでしょうけど、これと同じものが出てくるわけはないので、それからあそこにフラグシップがありますのでね、ここの位置づけが面白いですよね。で、あのフラグシップっていうのはガソリンエンジンだけで、で、アメリカで通用する車ですから、非常にこう豊かなサイズ、これを日本で、売るために作った車、グローバルカーね、これはそうじゃないですよね、ドメスティックですよね。それを当然のことながら、昔のレガシー4代目のようにアウトバックを作るっていう発想はあってもおかしいことじゃないので、そこは多分モーターショーもあることですし、そのあたりを狙ってメーカーもいろいろ考えてるんじゃないかなっていう気も僕はしますね。さあ、そこにどんな飛び道具があるかは全く分かりませんけれども、まあまあまあね、このライドハイトなね、姿がね、どんなものなのかっていうのは、まあ、ちょっとね楽しみですね。だからちょうど右の車の、ね、スポイラー効果を高めたものはこっちですよね。で、全身エアスポってやつですね。ところがSUV に求められる能力というのはそういうものではないので、まああとね、最近はね SUV じゃないとね、あの、なんていうんですか、際立たないですよね。で、これはちゃんとスポーツツアラーという位置づけを確立させてますんで、何もあの無駄のない非常にいい車ですから、こいつを、いわゆるどのようにね料理するんでしょうかね。まあ、個人的に言うと、個人的なことを言うと、あの持ち駒は増えた方がいいんですけど、別段無理にそういうものを作る必要もないのかなと思うんですが、でもレガシーの流れからすればですね、まあ、あっても不思議じゃないあの商品化の流れですので、まあまあ後藤さんがどうでしょうっていうふうに聞かれる答えになったかどうかわからないですよ。多分後藤さん見てますからね。まあそういうのもあるんじゃないのと、思いますね。で、多分出してきてこの SUV がどこのメーカーからもですね、ウゴのタケノコのように出てきている状況の中で、まあトヨタもそうなんですけど、マツダさんがね最近相当スバルの持ってたそういう SUV の牙城の部分に食い込んでるじゃないですか。そこの対策っていうのはやっぱりどの持ち込までやるかって言ったらレボーグが一番強烈ですよね。で、新しい国内の市場を開拓できるわけですから、まあ、面白いと思いますね。でもまあ、そうすぐな話じゃないでしょうし、おそらくまあモーターショー、ね、モーターショーを
意識した、ことですよね。まあ実際ですね、それにまだクロストレックやインプレッサが満足に納車できない中で、その中でですね、商品となって世の中に出てくるっていうことは、まあまあないでしょうね。なんかウェブなんとかってやつでなんかニュースがあったっていうことでね、そのね、ご質問のメールをいただきました、今日はもう本当いろいろありましてね、実はドイツに3年間行ってないんですね。で3年間行ってないんで、前回行き損なった時の予約した席のまあバウチャーって言って、まあ、商品券みたいになってるものがあるんですけど、それが今年のシーズンで期限が切れちゃうんで、困ったなと思って予約をしたら、今 EU の住民以外は弾かれちゃうんですね。どこの馬の骨ともわからないやつはダメだみたいなね。で担当の人にチャカ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 とメールを打って、実は予約したいんだけどウェブからしか予約できません。で3回やったけどダメなんですよ。で実その日本って入れた瞬間に弾かれてしまいますって送ったら、ザッツライトって、じゃあザッツライトじゃないってザッツライトじゃないよってあんたウェブからね、ノラさんって言うんですけど、ノラさんウェブからエントリーしてって書いてあったじゃないって言ったらですね、今は実は、ね、彼女も知らなかったんだと思うんですけど、ウェブからで EU に住所のある人が、あるいは EU のどこかに居住地の 住居の住所が取れる人しかちょっとダメなんですと。で、そういう努力をしてください、そういうメールが返ってきたんで、そうかと思って、で、まあ、僕も BMW とは全然取引がないわけじゃないので、そこを通じてですね問い合わせをしてもらったんですけども、全然なしの粒で、ね、困ったんでしょうね。やっぱり特殊な話なので困っちゃってみて、困らせて申し訳なかったんですけど、で昨日、まあ、ちょっと業を煮やしてですね、いや BMW の普通のルートから聞いても全然なしの粒で困ってるから、そちら側から BMW のジャパンのどこに連絡をすればいいのかって教えてくれないってメールを打ったんですね。きっと日本からもエントリーしてる人が他にいるはずだから、あんた BMW ジャパンの、エントリーなら受け付けるっていうなら、BMW ジャパンのどこに連絡すればいいのって、まあダメ元ですよね。いいって言うわけないですよね、そんな立場が違う。いいって言うわけないんですけども、そういうのを送りました。夕べの11時になってアンフォーチュネートリーって書いてあったんで、ああもう書き出しからダメなのかと思ったんですけどね、住所借りるのももう削除されてて、あなた日本の BMW の、ジャパンの、パーシティシペント参加者ですね、としてしか申し込みができませんって書いてあったんですよね。あらららら、もう正攻法で行くしかないの。でも正攻法で行くって言ったって連絡取れないし困ったなって思ってたんですよね。まあそしたらですね、親しくしてる菰田さんから連絡があって、トシさんってあなたのことってで連絡があって、まあね、もう菰田さんにね、ご指導いただいたのが最初の機会なのでね、あそうなんですよ、分かりましたみたいな、ということで、ドイツへのね、足がかりがね、ちょっとつかめる久しぶりに、今日ちょっとね、そのバウチャーが無駄にならずに済みそうと。ということで、今年のファシネーション、ニューブルクリンクを2日間もう徹底的に極めるというトレーニングに、ま
参加できる見通しがほぼ立ったということで嬉しいお知らせでございます。そこで得た知見をですね、ぜひまたドライブエクスペリエで皆さんに、お伝えしていきたいなと、ね、どうやったら気持ちの良いライントレース性能が得られるのかと、ね、車は FR でも四駆でも FF でも基本的に、グリップをきちんと車にグリップをきちんと与えてあげれば、どんな駆動方針にもかかわらずちゃんと走れるんですよ。それはスピードを出していけないとか出すと危ないっていう世界ではなくて、ね、安全を極めるっていうことはやっぱり確かなドライビングスキルを身につけるっていうことですよということをですね、極限の世界で得てこようと思います。3年のブランクをどこまで埋めれるかと思うんですけども、毎年積み重ねて9年毎年積み重ねたことを、まあ、再びですね、取り返してこようと思ってますので、ぜひご期待ください。それからまあ本当にね、マーペ商会の加藤さんにはね、ご苦労をかけて申し訳なかったんですけども、ね、なんとか目処がつきそうですのでね、ありがとうございました。今日は本当はですね、東洋タイヤのプロクセスの紹介したいなと思ってたんですけど、これ昔はですね、コンチネンタルの技術業の受けてた会社ですので、ね、製品としては間違いないものを作るんですけども、スバルとトヨタへの関係が非常に希薄なんですね。でなかなかスバル社とトヨタへの組み合わせを紹介する機会がないので、まあ、これを機会にですね、オープンカントリーで得たお互いの信頼関係がありますので、トヨタのフラッグシップも一回うちのフラッグシップにくっつけて、まあ、スポーツのフラッグシップですよね、紹介しようという企画を今月立ち上げたんですけども、ようやくそれがね、まもなくタイヤが入ってくる。で今日タイヤがまもなく、まあ、何やれば今日紹介しようと思ったんですけど間に合わなくって、まあ、そんな時にですね、ちょうど西尾君の定期点確認の選択がね、5台のご用意がこの車で、しかも、午前中にね、後藤さんからそんなメールをいただいたり、昨日の書き込みで似たようなことを、ね、書いていただいた方がありましたのでね、ちょうどうまい具合にいろんな車がうちの車に展示場には並んでますので、少しね、その話題も全然これオフィシャルじゃないですよ、勝手な想像ですのでね、勝手な想像であなたはどう思いますかと言われたので、後藤さんに対するこう後藤さんの顔を思い浮かべながらね、ちょっと回答をね、してみました。まあ後藤さんも岐阜大学で講演されたそうでね、笹子トンネル の事故の遺棄証人ですので、まあ、そのことについてお話をされたそうですね。やっぱり笹子トンネルなどのショッキングな事件は風化してなくて皆さん覚えてらっしゃるよということでございました。で今日が東日本震災のね起きた日で、本当にね、被害に遭われた方、それに犠牲になられた方には心よりねお悔やみ申し上げるわけですけれども、震災が引き金になっている可能性はいろんなところで多いですよね。今の、まあ、笹子トンネルの事故についてもいろんなことがあるんですが、あれだけのことが起きたことの中にはそういうやっぱり地震による、まあ、日本列島が沖に引っ張られてますんでね、あちこちの地殻がですねやっぱり傷んでるぐらいですから、その影響で僕は御嶽山も少し影響を受けたんじゃないかと思いますしね、そういうことが起きてちょうど11年でしたっけ、12年だったわけですが、干支が一回りしましたよね。日僕は海田高原にいたんですよ、この色の車で、この色の車で、それはフォレスタでした、フォレスタの TS だったと思います、確か。WRX だったかもしれないですけど、まあ、とにかく
ましたよね。驚きました。まだ完全に、ね、傷が癒されきってないですけど、天災は、ね、忘れた頃にやってくると言いますので気をつけなきゃいけないですよね。こうしてね、健康で暮らさせていただけることに改めて感謝したいと思います。さて、でこのレボーグ、今全然当たり前 の, あのモードでノーマルモードでなってますけれども、これを切り替えてですね、コンフォート、コンフォートにすると、あ、これ今スターになりましたけど、スターのセッティングが分からないんですが、あ、もうこれスターで、これはね、ダンパーセッティングは完全にこれはインディジュ、あのあれです、コンフォートのグリアです。非常に奥が深い。車高は速度を上げれば強制解除っていうね、そういうデバイスが入っているものが、もしレボーグに搭載されたならすごいことだと僕は思います。でこれはですね、相当なですね、あの優位性を他社に対して持つと思うので、まあ望むべくはそこですよね。やれそうな気がするんですけどね、ここまでのことをやったわけですからね。モードの進歩にもつながりますよね。ギュッと上がるっていうね。まあ実際あの普通のレボーグでもあのかなり車高が下がってるので、まあちょっとね、あの中打ったりしそうなところを走るときにポンとボタンを押すとギュッと上がるっていうのが本当はついてると、スバル車のような用途で使う場合には通常の 130mm の最低時速を持たせておいて、普通のこの車でもですね、であのちょっとボタンを押すとあの 30mm ギュッと上がるっていう、そういうものがあのもしあったとすると、僕はものすごくあの素晴らしいと思います。なので、そういったことも含めてですね、国内向けのこのレボーグ の商品開発をさらに深掘りしていくんなら、そういうギミックをね入れるとよりスバルファンがね、喜ぶんじゃないかなと思います。それから他のメーカーからも、なるほどレボーグだけはそうなってるのかと、いいねって言って、顧客吸引がね、できるなということをね、あの今こう運転しながら感じました。まあいろんなその機能がたくさんつくと、あの車ってどん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 複雑化していくんで面倒くさいと思うんですけど、あのこれだと例えば今の可変ダンパーでこのボタンだけですよ。このボタンを押すだけで、あの自由自在に。これでスポーツになるわけですけど、スポーツにするとピュッてこうやって車線変更した時のロールが少ないわけですよね。ね、ですからこの味をボタン一つで押すとスポーツプラスになって、さらにあのエンジンのピックアップが良くなる。でもう一つ押すと、これはインディビジュアルって言ってあなた好みにしてねみたいなね。こういうことがここでできるわけじゃないですか。
で X モードっていう武器もありますよね。とにかくあのソルテラのね X モードがすごいですよ。あんだけのことができるんですが、電気自動車でねデジタル制御するとねロボコップみたいな動きするんですよ。でそういう車の開発ができる会社ですから、まあ、せっかくのね、国内だけで売る車っていうことで、開発するならアメリカみたいな乱暴なことはしませんからね、日本人は。ですから少しそういう繊細なね、日本人の喜ぶ機能を入れて、さらなる X モードのね、ディープスノー、ね、マッドを選んだ時には車高そのものがグリップだけじゃなくて車高そのものがうーっと上がると欲しいですよねってなことを無双してみました。すっかりね日が落ちてきました。もうあと10分で、6時になります。本当リフト連れてね熊地区に行きたかったんですけどちょっと今日は厳しいかなと思いつつ、今日の動画を、終わろうと思います。今日はちょっとマスクをして花粉の対策で、聞こえづらいと思いますけれども、レボーグの、まあ、ガセネタですかっていうね、問い合わせがありましたのでその問い合わせに対するお答えの動画とさせていただきます。どうもありがとうございました。